できる金額じゃないので。奥さんさ、マッサージはできる？マッサージですか？사람을의심한적이없는남편의상냥한성격때문에1화씨는그와결혼했습니다그러나남편의그바보같은성격때문에아무것도모르고친구의연대보증에사인해버렸고오늘이남자에게비탄감을부탁해보려고찾아왔습니다그녀는조금이라도빚을빨리갚고싶은마음에학연마사지가무슨의미인지모르고시작해버리고말았습니다足りない？ちょっと多いかと。コース変更だよ。コース？奥さん綺麗だからさ、時間延長。あ、延長。じゃあ失礼します。奥さんなら店に内緒で本番までしていいんだよ。俺は本番チェック弾むよ。どういうことですか？わかるでしょう。いい加減にしてください。帰ります。え？독촉하는전화때문에하루종일시달린남편은견디기힘들어했습니다상사에게도불려가고직장에서곧잘릴위기에처했다는남편의이야기를듣고그녀는어떻게해야할지갈등에빠졌습니다악마같은그남자는깡패들을보내놓고아무것도모른척태연하게굴었습니다그리고1화씨에게일만제대로해주면남편회사에찾아가는일도독촉하는전화도더이상없다고말하며1화씨를몰아붙였습니다もしもし、入りました。はい、この間の分までたっぷりサービスしてもらいますよ。